私ちょっとね、今日これが今日だと思ってたからさ、はいはいはい、心臓大きくないって言っちゃったんですけど、奥さんに、はい、そんなことないです、大きいですやっぱり、こうです、横向きはこうですね、はいはい、でお腹のガスはかなり減ってます。これだったらまあここにポコッとあるけど、これぐらいのちっちゃいのだったら正常ぐらいです。あ、なるほど。ただやっぱりうんちにそのこの中にさ、ペットシーツが多分混じり込んでるから、うんちよく見ていくとたまに白いのがポロッと出てるかもしれない。でここが26インチ、26インチは正面がちょっとうまく取れん、映らんかったんで、横向きだけで比較するとまあ前と一緒ぐらいか、気持ち大きいか、はいはい、これと比較するとなんか気持ち大きい感じ。あ、そうです、ちょっとだけ大きい気がしますよね。でここちょっと外して、ここと、まあ一番最初はこれですよね。あ、これだったら正常なんですよ。でこの時は調子悪いからさ、そうそう、ね、小さく 見えてる、うん、循環血液量が下がってるから、で点滴して状態が上がってくると本当の心臓サイズが出てくるんで、そうするとこの感じで、今日が一番大きいです。そう、調子が良くなってくると大きくなる。そういうことなんです。だからあの栄養補助するときに呼吸にすごい注意を払ってもらいたいのと、それで飲み薬もちょっとこの子心臓大きいなっていうことで心臓の負担を和らげる薬を入れてるということですね。だから私朝の、ね、時にね、こっちだと思ってふっと来て、あ、小さくなってると思ってたら全然違ってました。ごめんなさい、奥さんに今小さくなるって言ったような気がしますね。はい、はい、じゃあそういうことで、はい、ありがとうございます。だからあの胃腸の方のガスはかなり減ってるから、ね、この黒いのがガスだ、ね、そうだんだん減ってきて、いいかなと思うんだけど、ただ正常に食べ出すまでちょっと栄養補助しなかん。でも心臓がちょっと大きい子だから、はい、本当に普通の心臓が普通のサイズの子でも呼吸に気をつけなきゃいけないんだけど、特に気をつけておいてほしいんですよね。はい、はい、すいません。すいません、ありがとうございます。はい。